怪盗ファントム、今宵君の元に参上する。皆さん、こんにちは。今回は新しく実装されたファントムを手に入れたので、性能使い勝手引くべきかについて語っていきます。ファントムの性能は一言で言うと雑魚戦もできるエリシオン製単体アタッカー。スキルがかなり複雑なものが多く、スキルを全て活用しようとするとかなり複雑な操作が必要になる難しいキャラですが、スキルの大半を無視して、強力な攻撃ダメージバフの維持さえ考えると、簡単にダメージを出してくれるかなり強力なアタッカーになっています。アタッカーとしての性能としては同時 PU されているクエンシーの方が高いですが、差は大きいわけではなく、貴重な水冷アタッカーであることに加え、ファントムの起用がエリシオンということを考えるとちゃんと役割は持てるキャラなのかなと。ということでそんなファントムの性能を詳しく見ていきましょう。まずは使用武器、若干攻撃力が高い代わりにリロード速度が少し遅いアサルトライフルとなっており、それ以外のバーストためやレートなどの基本的な性能は通常のアサルトライフルと大差ありません。通常のアサルトライフルと比較するとリロードが重いため装弾数を増やした時の恩恵が大きいですが、装弾数により DPS が爆伸びするグレンなどと比較するとその伸びもそこまで大きくありません。アサルトライフルは DPS 的に低い部類の武器で命中率もコアヒットが狙いにくく、弱い武器と言われがちで、実際に弱い武器ではありますが、クエンシーと同じくそれを覆すことができる強力なバフや優秀な命中率バフがあるので、アタッカーの性能は武器種だけで決まるというものでもありません。あとこれは最近コメントで聞いた情報なのですが、このゲームはオート射撃をオンにしていると命中率が下がり、遠距離やコアが小さい敵に対してのアサルトライフルやサブマシンガンなどの命中不安の武器のダメージが、オートのオン、オフだけで大きく変わってしまいます。クエンシーもファントムも通常攻撃でダメージを稼ぐキャラであり、コアダメージの割合は死活問題なので、基本的にこの2キャラを運用する場合は、オート射撃はオフにしておくことをお勧めします。ということでスキルを見ていきます。まずはスキル1、通常攻撃により敵を予告状状態にし、攻撃した敵の予告状の付与状態によって自分にバフをかけるスキルです。少し複雑なので上から順に説明していくと、まず予告状状態でない敵を攻撃した時、その敵に5秒間の予告状状態を付与し、それと同時に2つ目の効果が発動し、自身に5秒間の命中率バフを付与します。さらに予告状の敵を殴って発動する第3の効果も同時に発動し、次の攻撃2発目を撃つまでの間攻撃ダメージバフが付与されます。効果時間は1発と短いですが、攻撃し続けるたびに更新されるので、この攻撃バフはほぼ永続の効果になります。ただ注意したいのが2つ目の効果。2つ目の効果は最大3スタックまで貯めることができる5秒間の命中率バフですが、2つ目の効果は予告状が付与されていない敵を殴った時に発動し、その予告状自体も5秒経過しないと再度付与できないバフのため、このバフはただ相手を殴っているだけではスタックを1以上貯めることができません。ではスタックを2以上貯めるにはどうすればいいのかというと、敵が2体以上いるステージで複数の相手に予告状を付与することで、この効果2のスタックを増やすことができます。あとはバニーやリスなどのスタック増加系のスキルを持ったキャラと併用する方法もあります。このスタック増加がスキルに発動条件で重要になってきます。ということで効果について見ていきましょう。まずは予告状の効果である防御デバフ。こちらは結構効果量が高く、防御力が約3万近くあるソロレイドなどでは普通に重宝されるスキルですね。次に予告状付与時に発動する命中率バフ。こちらは先週実装のクエンシーと同じくアサルトライフルの弱点であるコアヒット率を改善する両スキル。1スタックの 25% アップでも結構優秀ですが、先ほど語ったスタックの増加が困難なことと、スキル2の影響でスタック3の効果が実質的に発揮できないというのが難点。最後が攻撃ダメージバフ、効果が非常に高い上スキル2の攻撃力アップと上残。持続も非常に簡単なシンプルに強いバフです。1発間付与ですが、このバフは通常攻撃だけでなく、バーストの分配ダメージなどにも乗るようになっているので、バースト火力の向上にも役立つ完璧なバフです。スキル1に関してはこんなところ。続いてはスキル2。スキル1の2つ目の効果である怪盗の探検のフルスタックで発動する効果3つと、あとはシンプルに通常攻撃で発動する自己バフの計算つの効果を持ちます。まずは1、2個目の効果から。
怪盗の探検が3スタック溜まった時点でこのスキルは発動し、その時に予告状状態であった敵に対して 84% の追加ダメージを与え、自分に分配ダメージの自己バフをかけた後、怪盗の探検と予告状を解除します。これにより怪盗の探検はスタックを3貯めると即解除されてしまうため、命中バフは上限が 50% になってしまうといった欠点があります。追加ダメージの 84% は通常攻撃最低3発で発動できると考えると非常に強力で、理論値で考えると毎秒 300% 以上のダメージを敵3体に与える超ぶっ壊れ性能ではありますが、現実的に敵を3体順に攻撃をするというのは、照準を動かしている最中に無駄弾を多く撃ってしまったり、スキル1の攻撃ダメージバフが発動しなかったり、あとはボス戦であれば結局スコアが出るのはボス1人だけだったりと、このバフの発動を無視してひたすらボスを殴った方が、総ダメージが高くなるというのもあります。ちなみに2つ目の分配ダメージバフ。こちらは1スタック 13% で最大3スタックできますが、バーストごとにスタックが解除されてしまいます。ただ雑魚がいるのであればスタック自体は貯めることが難しくないので、余裕があればバーストごとにこのスタックを貯めるのもいいですね。そして3つ目の効果。この効果は前2つとは違い探検スタックに左右されない効果で、通常攻撃10回で自分に攻撃力分配ダメージバフをかけるというもの。どちらも圧倒的に効果量が高く、効果自体も優秀なものなので、たとえ前2つの効果が発揮できない状況でも強力なダメージを叩き出してくれます。最後にバースト。バーストは前2つのスキルとは対照的に、1400% の全体分配ダメージのみというかなりシンプルな効果になっています。先ほど解説した各種バフによりダメージ自体はかなり高くなっているものの、基本的には2割程度のダメージソースというだけで、メインの通常攻撃を伸ばすわけでもないのでこのバーストを使わないという運用も、可能になっています。ということでここまでをまとめて使い方を考えていきます。まずは対ボスの単体戦での使い方。これは単純にひたすら相手を殴るだけですね。これだけでも超強力なバフが得られるので、対水霊有利では十分活躍できるでしょう。水霊キャラと比較するとトップ2のクエンシー・アルドミラと比べると、火力としては少し見劣りしますが、まだ水霊の層は薄いので十分活躍の余地があります。また置物キャラとしてもそこそこ活用できるので、水霊有利のソロレイドなどでは将来的にも十分活躍できると思います。次に雑魚戦及び雑魚を召喚するボス戦。こちらでは操作難易度を考えるとメインのターゲットボスなどを集中的に殴りながら、4、5秒に1回近くにいる雑魚を1発だけ殴り、命中率2スタック目の維持と分配ダメージバフのスタックためを狙うのが無難そう。理論値だけで言うのであればやはり第2スキルのダメージを最大に有効活用するのが、最も火力が高くなる手段ですが、現実的にそれは不可能であり、異常個体などでは上がるスコアより、クエンシーなどがターゲットを殴れないことにより下がるスコアの方が大きいかなと。ちなみに雑魚へのダメージを加味したダメージの理論値としては、全てを凌駕する性能を誇りますが、かなり人間には無理がある操作になっています。ただ敵が固まっていてなぞるくらいで狙える状況なら、優秀なダメージソースなので積極的に狙っていってもいいですね。ということでスキルとオバロについて。まずはスキルについて、火力への影響が大きいのはスキル1と2。ダメージとしてはどちらも変わらないので平均的に上げていき、命中率的に気持ちスキル1優先でいいと思います。バーストはそこまで重要でもないので余裕ができた時に上げていきましょう。オバロの優先度としてはアタッカーなので有利高度と攻撃力が最優先で、その次にあると嬉しいのが相談数。あとは命中率ですが、オート操作を外している場合、命中率 30% 程度でハーベスターのコアをフルヒットできるようだったので、異常個体目的であれば01でいいのかなと。そんな感じですね。最後は運用について。まずは異常個体のハーベスターから。優秀な水霊アタッカーではありますが、クエンシー・アルドミラと比べると火力は劣ります。有利高度を詰めている場合は水霊アタッカー3人編成で、ダメージを稼ぐというのもありですが、安定を考えるとこの枠は長になることが多いので、必須とは言い難いのかなと。続いてはソロレイド。最近のアタッカーの飽和を考えると水霊以外では必須とは言えない性能ですが、水霊有利のソロレイドではまだ層が薄いアタッカーとして活躍できそう。つい昨日水霊有利のソロレイドが終わった直後ですが、
昨日のソロレイドで属性が一巡したので、インビビリアからのグレイブディガーのように連続して水霊有利のソロレイドが来る可能性も、なくはないのかなと。アミバ候補のキャラが水霊っぽいということもありますし、最後がキャンペーン及びタワー。特にファントムはエリシオン所属なのでエリシオンタワーの期待の申請で、ここに関しては明確にファントムでしかできないと言えるポイントですね。現状のエリシオンキャラと比較するとかなり火力は高く、HP40% のギロチンと同程度にはダメージを稼げるので火力不足のエリシオンを補助してくれるのかなと。ということでまとめ、タイボス性能としては先週実装されたクエンシーの方が使いやすく強力で、水霊ソロレイドも終わった直後なので基本的にはアニバーサリーに備えて、スルーしてもいいキャラではありそう。ただエリシオンタワーでは非常に優秀なアタッカーだったり、次のソロレイドがすぐ来るという可能性もあるので、そこら辺が気になる方は引いておいた方が安全な性能になっています。ということで今回の動画は以上。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。